おはようございます。おはようございます。おはようございます。おい、声が小さいな。もっと出るだろ。すいません。今日からこの駅に新しく配属になりました、北山です。今日はどんな一日にしたい？今日は豊洲駅を利用されるお客様皆さんが素敵な一日を過ごせてもらえるように。綺麗事はいらねえ。すいません。不正乗車犯を捕まえる。それだけだ。もし捕まえられなかったら他の駅に飛ばすんで。そんな。はい、じゃあ仕事についてください。はい、行ってきます。いや、新しい北山助役、最低な助役だな。ちょっとお客様、鈴木メトロ高速シュート。よっしゃ、余裕でした。おい、こんな昼間から堂々と不正乗車しやがって。そんなフードかぶってねえで、さっさとショート表してみろよ。はい、不合格。え、北山助役、鈴木は全然ダメ。そんな荒い対応じゃ犯人は捕まえられませんね。俺をもてあそびやがって。ほう、上司に口答えですか。みんなの家根が多ければ多いほどあんたをクビにしてやる。やれるもんならやってみる。やれるものでやってみる。立ち上がれ。は？今現在前回のロング動画のいいね数は4000いいねを突破した。おい、結構ついてるじゃねえか。見たか、俺の勝ちなんだよ。でもそんな数じゃ僕をクビにはできませんよ。なんだって。おい、入荷だ。突っ立ってねえで、トイレ掃除でもしてこいや。わかりました。しぶといな。こうやったらクビにできるんだよ。お腹すいた。ワニ食べたいな。液晶鈴木の下来て。主役は改札じゃん。鈴木待って、乗り越しセンサーっすか。めんどくさ。そこにセンサー機あるんで一人でできませんかね。やばい、乗客的にもあの態度か。ひどいな。そうなんですよ、北山主役マジでヤバい人なんで、すぐにクビにした方がいいですよ。駅員みんなにこき使ってバカにもしてきて、もう高齢者見てらんないです。ただ北山をクビにするには条件がある。条件？この動画が5000いいねいったら北山主役をクビにすることができるんじゃ。5000いいね。前回の動画でも4000いいね超えたけど、連日そんな数のいいねがたまるのか。みんな5000いいねちょうだい。しつこいな、無理だって言ってんだろ。おい、みんな絶対にいいね押すんじゃねえぞ。押したら分かってるよな。助役も助役ですや。え、わしか。こんな下っ端の駅員が育たないのはあんたのせいでしょ。うるさい、目上にそんなこと言うもんじゃないぞ。俺がこの豊洲駅を変えてあげるって言ってんだからさ、みんな黙って俺の言うことについてきてくれませんかね。そうだろ、駅のやつめ。みんなお願いだ、みんなの5000いいねで北山助役をクビにしてくれ。てなことで改札よろしく。クソ、なんてやつだ。メトロさん、今も耐える時です。一緒に乗り越えましょう。そうだな。どうされました？さっきこの改札にいた年配の駅員さんでもういないですか？今は私が改札業務中なのでいないですよ。どうかされました？さっきたまたま改札通ったら、券売機のお金をポケットに入れてましたよ。え？明らかに怪しい挙動だったので一応伝えておきます。電話失礼します。ありがとうございました。今日はたったの1枚だけか。しけってんな。おい、あんた、券売機のお金盗んだだろ。それ何のことですか？先ほどお客様からお話があり、あなたが券売機からお金取ってるとこ見たって言ってるんですけど。うるさいね。じゃあ証拠はどこにあるんですか？確かに改札内に監視カメラが設置されてるわけではない。北山が言う通り証拠はどこにもない。そういえば昨日のロング動画5000いいね行きましたかね？そうだ、昨日の動画で5000いいね行ったら北山は強制的にクビになる。早く目の前から消えてくんねえかな。お父さん、クビにするなら今です。みんなの意見がこの駅を救う。ダメだ、5000いいね到達してない。そんな、でも明日には絶対5000いいね超えてますって。それは確かに間違いない。でも今日達成しないとダメだったんだ。あら、残念でしたね。まあこれが現実だろ。みんなが俺のことを助役としてこれからも応援したいってことだろ。それは違う、黙ってな。はいはい、言ってな。じゃあ引き続き君たちのことは駅でこき使いまくるので、それが嫌なら仕事辞めれば。まあ君たちが仕事辞めたところで悲しむ人なんて誰一人として嫌しないだろうけどね。みんな、メトロさん勇気づけるためにたくさんのいいねで励ましてあげてください。絶対に復讐してやる。